今日はですね、総社市の光景に来ました。もう日が暮れつつあるんですけども、こんな時間でも見に来る人がいるんですね。特にライトアップがあるってわけじゃないんですけども、仕事終わりかな。ここは、カラーコーンがないんで結構撮影しやすい、車来るんですけど、その写真を撮るには、ベストポジションに近い形なのかなって思います。ちょっともう日が暮れるんですけど、なんとか綺麗に見えます。結構ね、奥津とか奥津系とかね、他にいろいろ紅葉スポットあるんですけども、結構ね、目線の位置がちょうどいい、目線から結構見えるあれですね。特に上を向くっていうような感じじゃなくて、あと距離が近いですね。このもみじとの距離がとても近いです。こんな感じかな。ちょっとあれですけど、これがさっきの
の裏。いう感じでお届けしました。多分あのちらほら人いるんですけど、もう仕事終わりふらっと寄った感じですね。まあライトアップねあったらいいなっていう感じすごいするんですけどね、なんかもったいないなっていう。ライトアップあったら、まあ、もう間違いない場所ですね。もう夜になっても間違いない場所。もしあの今後そういう企画みたいなのがあればぜひやっていただきたいです。まあ、あの結構ねお金もかかったりすると思うんですけど、ちょっとの時間あったら嬉しいなっていう感じでございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。